お疲れ様です。お疲れ様です。まずみんな体調気にしてると思うんですけど、体調どうですか？体調はだいぶ良くなりました。体調だいぶ良くなった。はい。試合の結果も残念なんだけど、まず元気になって良かったなと思います。ありがとうございます。ところで今回ね、試合初日2日、スコアだけ見れば日本女子オープンクラスの難易度のあるコースでプレーしたんだなというふうには思うんだけれども、実際プレーしてみて、このコースの何がどう難しかったかな？まずグリーンが結構大きいんですけど、大きい傾斜がたくさんあって、配置によって本当にどこに打つかっていうのをすっごい考えさせられるゴルフ場でした。なるほど。上位選手っていうのはね、アンダーパーが10人ちょっといるわけだけれども、このコースでアンダーパーで回るっていうのは、やっぱり肌感覚としては相当すごいなって感じることなのかな。アンダーパーで回るのはすごいいいプレーしたなって思うんですけど、ノーボギーで回ることすごく難しい。なるほど。じゃあボギーが来てもバーディーがそれなりに取れれば、ある程度戦えるようなスコアではいけるだろうなって感じるってことね。調子が良け調子が良ければ。ればとか、もうちょっとコースを分かってればっていうミスが何個かあるので。そうだよね。まあ、結構スケジュール的にもケニアは少し早めから入れて、しっかり練習ラウンドもできて、そこに対して調整して入っていけたんだけれども、ケニアから移動して、しかも木曜日からスタートする3日間トーナメントで、準備期間、体調面での準備とか練習ラウンドとかもそんなにたくさんできなかったのかな。インコースに関しては1回しか回ってなくて、しかも着いて次の日で本当に体調もあんまり良くない中で、疲れもある中の本当にコースチェックっていうか、あんまりできなかったので準備不足だったなって思います。なるほど。結構ね、日本のトーナメントでもこう初年度を戦うって結構大変で、どのコースもそのプレイヤーにとっては最初になっちゃうから、ましてや有利なんてね、どこの国のコース行っても全てのコースが初めてっていう状況で、しかもヨーロピアンツアーの特徴として国をまたぐから、今回グリーンスピードもケニアから比べると全然違ったっていう話を聞いてたけど、ケニアは大体何フィートで、今回は何フィートぐらいだったのかな。ケニアが8.5フィートぐらいだったんですけど、今週はもう11.6フィート。なるほどね。要は結果だけ見ると、先週上位だった選手が、優勝したインドのアシュク選手以外はなかなか上位に入れなかったっていう、まあ、大きな理由は、一つはコースコンディションの違い、特にグリーンスピードが大きく違っていて、なかなか合わせることが厳しかったのかなっていうふうには予測できるんだけれども、相当やっぱりグリーンスピードの差って合わせるの大変だった。ああ、いやでも結構合宿でやったようなグリーンスピードの練習をずっと重点的にしてたので、そこまでめちゃくちゃ合わないっていうのはなかったんですけど、必死でしたね。もうタッチタッチっていう感じで。いや、だからそこに関してはね、良かったね。フロリダ合宿で準備してたトレーニングがしっかり効果的に発揮できて良かったなと、まずはね、そこに関しては安心するっていうところですね。スタッツを自分で入力しないといけないんですけど、はいはいはい。その毎日で2日目、そんなパター悪い感じじゃなかったんですけど、まあ、あんま入らないなって思ってて、パター数が34、5ぐらい、パーオン13、4回してて、パター数34回ぐらいしてて、パターが2つデータ的には多かったなっていう感じがするっていうことね。どこに乗っかってるかっていうことも多分にパターのスタッツそうになんつでいてすはよ。関係だするからか本ら。当乗せるだけだと絶対これもうスリーパットだっていうところがめちゃくちゃある。タイプ的にというか、海外のプレイヤーって高弾道でポイントで打ってこれるようなプレイヤーっていうのも当然多いから、起伏が激しいグリーンだと飛んで曲がらないっていうね、コンディションだったらピタッとそのエリアに打ってこれるのかなっていうふうには思うんだけれども、実際そのコースを攻略するために有利が必要だったことってどう感じる？正直、球が自分よりもっと高くて飛ぶ人でも難しいと思います。そこのエリアがすっごい狭いんで、なるほどなるほど。本当にランディングが2、3歩間違うだけでもうすっごい前に行っちゃったりとか、なるほどなるほど。逆に戻っちゃったりとか、まあ、どっちもありえるんで、球が高くても難しいんじゃないかなって思います。なるほど。それがね、今回のコースを攻略できなかった一因にはまあなってないっていうことだね。そうですね。自分の球質がとかは思わなかったです。なるほど。
事前の打ち合わせの時に井上さんがいたらどう考えるんですかみたいな話があって、実際その現場に行ってグリーン形状とか肌感覚で感じるところっていうのを本当はね、いろいろ話しながらプレーできればなお良かったのかなと思うんだけど、いつか機会があったらモロッコに行って来てほしいです。本当に難しかった。メジャーやってるのかなって本当に思いました。いやいや、でも本当こんなカットが悪くなるっていうのはさ、仮に日本女子オープンだと仮定しても相当難易度が高い女子オープンじゃないとこんなにカットが悪くならないわけだから、それはすごく価値のあるとんでもない難しいセッティングでプレーしたんだろうなとは思うんだよね。ただ毎試合こういういいセッティングというか厳しいセッティングじゃないだろうから、これもまたヨーロピアンツアーの面白いところなのかなと思いながらスコアを見てましたね。2日目の16番ホールで普通にアプローチ残ったんですけど、今週もフェアウェイめちゃくちゃ硬くて、普通に打ったんですけどアプローチ60度で、なんか地面が硬すぎて球が私の思ってる感覚より4歩ぐらい飛ばなかったんですよ。キャリーがってこと？あ、そう、キャリーが。キャリーがこれ多分分かんないと思うんですけど、私も経験したことないことが起きて、びっくりして、私手前のバンカー入ったんですよ。そのなんか見てもないバンカーに、手前のバンカーにコロコロって入ってバンロンとして地面硬いとバンス跳ねて飛んじゃいそうだけど、いや、だったんですよ。現場にいてそれを見てみたいな、新しい経験は価値があると思うけど、実際現場に行って飛ばなかったっていうことの検証をちょっとちゃんとしてみたいよね。来年モロッコに来てくださいそうですね、来年第2戦目行きますか。本当に井上さんに来てほしいって思いました、切実に。なかなか事前準備ができない中で一人でチェックするの大変だもんね、コースをね。あ、今週のコースはチェックは本当に大変でした。3回は練習ラウンドしないとなって、毎回じゃないだろうけどね、こういうタフでいろんなところを見なきゃいけないっていうコースは毎試合じゃないと思うけど、何しろ今季がね初めてヨーロピアンツアー回るわけだから、正直言ってもうどのコースが難しくてどのコースが難しくないとかも分かんないし、実際事前に打ち合わせした時にコースの空撮とかチェックしますって言っても川ができてるって話になったじゃん。18番と9番がウェブでアップされてる YouTube とコースが違うみたいな話になってたでしょ、はい、だからコース回収してコースが変わってるっていう、もう全然だから俺日本でチェックしてたのとコース違うじゃんと思いながら見てたけどね。ありがとうございます。いえいえ、だからもう結局最終的にグリーン面がやっぱり複雑だとどうしてもね、現場に行かないとわからない部分っていうのがあるから、アドバイスにも限界があったなっていうふうにも思うし、このあとこういう試合があるんだったらまたしっかり準備しないといけないから。でも今週の結果に関しては体調面だったり準備不足だったりいろんな部分はあったけど、とってもいい経験ができたのかなとまずは思っていて、無事に日本に帰ってきてくれればとりあえずそれでよしと思います。今後のツアーの予定なんだけれども、これ見てくれてる皆さんもユリがどういう風な試合にエントリーをしてて今後の見通しみたいなのって多分心配したり興味があると思うので、直近何にエントリーしてるかっていうのを聞かせてもらえるかな。来週のサウジは出られないので、はい、とりあえず私は日本に帰ります。はい、次の試合は南アフリカも2戦出ないのでエプソンのフロリダの試合に行きます。はい、っていうところまでか確定してるのは。はい、あとシンガポールがまだわからないので。そうだね、今エントリーもしてるしウェイティングの順番としてそれだけでは降りては来ないんだと思うんだけども、まあいろんなね努力をしつつそこに出場できる可能性を探ってるっていう感じだよね。はい、なので次戦がどこになるのかっていうのはまだ確定してないですけど、とりあえずヨーロピアンツアーでエントリーできる試合は南アフリカ以降はエントリーしようっていうことだもんね。はい、という予定です。応援してくれてる方々も次にどこにエントリーするのかっていうのを興味を持って見てくれてると思うんで、エプソンでもねしっかり頑張りたいよね。はい、もちろんです。はい、エプソンでも結果を出しつつヨーロピアンツアーでしっかり結果が残せるように頑張りたいなっていう感じだよね。はい、という感じかな。はい、まずは日本に元気に帰ってきてください。日本で横浜の方にも来たら2人で次の展望に関してまた話せたらいいなと思うので、その時はよろしくお願いしますね。はい、お願いします。はい、それではお母さんにもよろしくお伝えくださいじゃあ、お疲れ様でした。しっかりね、最後まで安全に帰ってきてください。はい、ありがとうございます。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。
インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。